アヌビス作戦は、スペイン中央政府が、2017年、カタルーニャ独立住民投票を阻止するために、発動した作戦。スペイン治安警察は、2017年9月20日に、バルセロナ地方裁判所の命令に基づき行動を、開始した。自治政府の閣僚を含む複数の高官を逮捕した、ほか、投票所の制圧や投票箱、投票用紙の接収などを行っている。 中央政府は独立の是非を問う住民投票が憲法違反であるとしてあらゆる手段で阻止する構えであるのに対して自治政府側はあくまでも投票を決行し独立賛成派が反対派よりも1票でも多ければ48時間以内に独立を宣言するとしている2017年9月20日警察はカタルーニャ自治州の複数の官庁を初めて捜索し 自治政府の経済担当各外省を含む高官や民間人14人を逮捕し拘束した。これに対しカタルーニャの住民は各地で抗議活動を展開した。2隻の船によって治安警察数千人が増派された。中央政府はカタルーニャ州に対して警察を増派して対応している。2017年10月1日、カタルーニャでは住民投票が開始された。 しかし、中央政府によって半数以上の投票場が閉鎖されており、投票の実施を求める住民たちは一部の投票場を選挙して対抗した。警察がゴム弾を発砲するなどして負傷者も発生している。ありがとうございます。